友人の話。彼女は遠い昔、気まぐれに占い師に占ってもらったことがあるという。その人に言われたの、あなたは世界を飛び回るような人と結婚する、そしてとても幸せな生活をするって。実際その占いは当たった。彼女は現在パイロットと結婚し、裕福な生活、子供たちにも恵まれている。でもね、その人が言ったの、あなたは想像もできないくらいむごたらしい死に方をするって。私、一体どういう死に方をするんだろうね。彼女はそう言って目を伏せた。以上、占い師の予言将来っていう題名の話でございました。で、次、第63話目、占い師の予言結果、飛び入りさんの話。